講師のまぶちです。さあ、今日のところに行きましょう。今日は、訪問看護について、お話を進めていきたいと思います。まず最初に、訪問看護の意義、目的というところで、初めの2行ですね、ここをしっかりとアンダーラインを引いていただきたいと思います。訪問看護は在宅療養者が必要とする医療福祉を結ぶものであり、要介護になっても在宅で生活し続けるためにはなくてはならないサービスであるというふうになっています。ご存知の通り、介護保険というのはあくまでも居宅で生活を営むために必要なサービスを提供するというのが大原則となっています。ですから本来、医療が必要な方というのは病院に入院をしないといけないというような位置づけになっていたんですが、この介護保険の居宅で何々ということで、この訪問看護というのはですね、非常にクローズアップされています。すなわち本来なら病院で治療を受ける、もしくは療養を受ける被保険者ですね、この方々がですね、在宅に戻る際、この訪問看護の役割というのは非常に重要な位置を占めるというところは、まず最初にですね、頭の中にしっかりと植え付けていただきたいなというふうに思います。はい、次に訪問看護の内容について見ていきたいと思います。さあ、テキストですね、165ページ、こちらを開いておいてください。まず訪問看護の内容として、7項目に分類されるというふうに書いてありますが、今回は、ポイントを4つに絞ってお話をしていきたいと思います。さあ、まず一つ目なんですが、療養所の世話ということで、テキストの ② に書いてありますね、食事援助、排泄援助などが書いてあります。食事援助、排泄援助なんかはホームヘルパーさんがするんではないでしょうかというふうに思われがちですが、例えばですね、嚥下、飲み込みが難しい方の食事援助であったり、適便が必要な方の排泄援助であったり、こういったことは訪問看護のいわゆる療養所の世話というところに盛り込まれてくるわけなんですね。ですからそういった意味でも訪問看護というのは非常に在宅生活を送る中で重要な位置を占めるというわけなんですね。さあ、続いて診療の補助、これが一般的に考えられている訪問看護の内容ですね。いわゆる医療的ケアと言われるものです。テキストの165ページの下の方にですね、この具体的内容が書かれてありますので、ここを一通り読んでおいていただきたいと思います。さあ、三つ目です。リハビリテーションというふうに書いてあります。昔ですね、訪問看護は、リハビリテーションができないというような説問が実は出ていました。これは当然ペケなんですね。訪問看護の、内容の一つにリハビリテーションというのが入っています。これは、看護師さんが行うものもあれば、この訪問看護ステーションに、所属する理学療法士さん、PT さんですね、や作業療法士さん、OT さん、などが訪問をしリハビリテーションするということもあります。これに関してはまた後ほどご説明を加えていきたいと思います。はい、そして4つ目なんですね、家族支援。これこそホームヘルパーさんの仕事ではないんですかというふうに思われがちなんですが、訪問看護を訪問するですね、利用者さんというのは当然ある意味医療的ケアが必要な方になってきます。それを訪問看護すべてで埋めるというのはなかなか難しいんですね。ですから家族さんの協力というのが必ず必要になってきます。それを支援していく、例えばいろいろ訪問看護は本来行うべき医療的ケアを家族さんが代わりにする場合もありますよね。そういった、まあ、指導ですね、こういったものも主治医と含めてですね、連携をしながらこの訪問看護師さんが行っていく、家族間の連携等もですね、含めて行っていくというのが、実は訪問看護の内容であるということになってきます。で、ここでのポイントはですね、訪問看護というのは、すべてがですね、医療的ケアではなくて、それに付随したいろんなことも、お仕事になってきます。ということをですね、頭の中に入れていただければ、問題がしっかり解けるということになります。はい、続いて訪問看護の視点について簡単に見ていきたいと思います。
ここの項目はですね、さっと流していきたいなというふうに思いますが、先ほど訪問看護の内容7項目やりましたね。その項目に基づいて、こういった利用者さんに対しては、このような支援が必要であると、ね、その支援が必要ないわゆる視点ですね、ものの見方というふうに言いますが、これを見ていきたいなというふうに思っています。テキストですね、例えば167ページを上げていただきますと、認知症高齢者に対する訪問看護の視点、ということが書かれています。認知症高齢者というと、医療的ケアとは若干離れているような感じがするんですけれども、例えばここでやっぱり重要になってくるのが先ほど言いました家族支援ですね。例えば、家族会の集まりを紹介するであるとか、こういったのが訪問看護の仕事になってきますので、このあたりもチェックを入れていただきたいなというふうに思います。はい、続いて訪問看護の、指定基準について見ていきたいと思います。指定基準は人員基準、設備基準、運営基準ですね。まずは人員基準から見ていきたいと思います。訪問看護の人員基準は、訪問看護ステーションと、医療機関、いわゆる病院に分かれてまして、まずですね、テキストの169ページに書いてあります、訪問看護ステーションの人員基準についてお話をしたいと思います。まずですね、線を引いていただきたいのが、いとろですね。まず、看護職員、保健師、看護師、または準看護師が 2.5 人以上必要であるということですね。2.5 人。もちろん、人を半分に割るというわけではなくて、これにはですね、常勤換算法という、方法が取られています。この常勤換算法は一体何かと言いますとですね、例えば、この、訪問看護ステーションの常勤の、看護師さんの、勤務時間が1週間に40時間だったとしますよね。そうすると、常勤換算法で言うと、この 2.5 ですね、算数みたいな話になって申し訳ないですが、40時間を 2.5 人分、作ろうと思えば、その訪問看護ステーションで100時間働く人が必要であるということなんですね。で、この100時間はどういうふうな割り振りをするかというと、まあ一番簡単なのが、常勤2名と、パートさんですね、非常勤の、訪問看護師さん、非常勤といっても20時間ですね、の方が1人いれば合わせて100時間になりますね。これで OK ですね。これが一番シンプルな形です。で、まあ2つ目のパターンとしては、常勤が1人、と、パート20時間の、非常勤の方が3人いれば、これも100時間クリアできるので大丈夫だということになりますね。で、常勤1人置いていますけれども、うち1人は常勤でないといけないという規定がありますので、例えばこれが100時間を満たす場合であっても、非常勤の方がですね、ばかりでは、これは、指定基準のうちの人員基準には入ってこないということになりますので、注意をしてください。この常勤換算の、考え方というのはですね、今後も出てくることがありますので、今のうちに頭に入れておいていただければいいかなというふうに思います。はい、続いて、ロですね。理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士であります。これはですね、適当数を置けばいいということになっていますが、配置しなくても OK ということになっていますので、訪問看護ステーションによっては、訪問看護師さんですね、だけのところもあります。これはまあリハビリテーションといろいろな兼ね合いで、それぞれの事業所で決めてくれたらいいですよということになっていますので、このあたりだけ確認をしていただけたらいいと思います。さあ、続いて病院の方なんですが、これはもともとですね、病院の方には当然看護職員、にしてもですね、作業療法士、理学療法士さんですね、それぞれいらっしゃるでしょうからですね、この訪問看護に携わる、訪問看護師さんは、まあ、適当数、その利用者さんに、従する、人数でいいということになっています。さあ、続いて管理者なんですが、訪問看護ステーションの管理者というのは原則として、保健師または看護師である常勤の管理者を置かなくてはなりませんということになっていますね。先ほど言いました常勤が1人必要だというのは、こういった意味があります。それともう一つですね、この訪問看護ステーションで見ていただきたいのが、介護報酬ですね。
こちらのテキストの後ろの方に載っています。訪問看護の中に、加算というのがありまして、特別管理加算と、緊急時訪問看護加算とですね、報酬にある一定の条件を満たした部分に加算されるというものがありますので、これをそれぞれで確認をしておいていただきたいなというふうに思います。はい、設備基準に関しては読んでおいていただくということで、次に運営基準、こちらを見ていきたいと思います。テキストは170ページから171ページまでに書かれていることですね。これもいくつかピックアップをしました。まずですね、これが非常に重要です。訪問看護を使う際ですね、ケアマネージャー、介護支援専門員は勝手に居宅サービス計画に位置づけることはできないですね。この訪問看護が必要ですよという主治医の指示書ですね、これが必ず必要になってきます。これが出た時にですね、初めて介護支援専門員は居宅サービス計画に訪問看護を盛り込むことができるということになります。すなわち、この訪問看護を使う際ですね、主治医との連携というのが必要不可欠になってくるわけですね。ですから、ここに出てくる訪問看護計画書であり、訪問看護報告書というのはですね、主治医とのやり取りというのも当然必要になってきますし、この訪問看護計画書というのはですね、以前からずっとやっております利用者さんに対してしっかりと説明をするということと、同意を得るですね。で、最終的にその計画書は必ず利用者さんに交付をする、ということが、重要になってきますので、この説明同意交付も何度も言ってますけれども、あらかじめですね、確認をいただきたいと思います。さあ、続いて171ページに書いてあります中ほどですね、同居家族に対する訪問看護の禁止とあります。一緒に住んでいる家族に対して訪問看護サービスですね、この提供というのは、どういう例外があれ禁止されていますので、ここもですね、ちょっとチェックを入れていただきたいなというふうに思います。はい、最後に医療保険からの訪問看護について、やっておきたいと思います。テキストは172ページを開いてください。ここは本当によく出てくる範囲になっています。で、前もやりました通りですね、訪問看護に関しては介護保険が優先されるというのは、覚えていただいたと思いますが、ある一定の例外を除いて医療保険から訪問看護が来る場合があるということですね。例外というのは本当に試験によく狙われるんですね。これも例外なのでね、きちっと覚えていただきたいと思います。まず一つ目の例外ですが、急性増悪期、と言います。これは今までの疾病が急に悪くなった時ですね、悪くなったと判断するのは当然お医者さん、主治医の先生になりますので、主治医の先生が特別指示書というのを出します。先ほどやりましたね、訪問看護を使う際は主治医の指示書が必要ですが、この医療保険から来てもらう際は特別指示書と前に特別がつきますのでね、これを覚えていただくのと、これが出たからといってずーっと医療保険から来るわけではありません。出た日から、14日間ですね、2週間という書いてあるところもあります。両方は同じなんですけどね、覚えていただきたいと思います。特別指示書っていうのと、出てから14日間というのは、このキーワードになってますのでね、しっかりと覚えてください。それと二つ目ですが、末期がんの方ですね、それとあと厚生労働大臣が定めた、ある疾病ですね、これにかかっている方に関しては、介護保険の被保険者であっても医療保険から、これはずっとです、医療保険から訪問看護に、来ることになっています。で、どういった病気があるのか、これはよく出てくるものだけね、押さえたいと思いますが、173ページを見ていただきたいと思います。出てくるのはやはり、第2号被保険者の特定疾病と絡んだ部分というのがよく出てきますね。末期がんというのは2006年4月の、
改正によってですね、新しく入った、病気になりますので、ここも今後は当然狙われてくる範囲になるでしょうし、例えばですね、特定疾病でいうと上から4つ目、筋萎縮性側索硬化症であったり、その下、脊髄小脳変性症であったり、このあたりというのはですね、介護保険特定疾病と絡んでくるところになりますので、合わせて覚えていただきたいなというふうに思います。はい、それでは今日の講義はこれで終わります。